世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指して。こんなもんに僕たちが屈すると思うな。ならば全力を出し切る。これがキャップ革命だ。楽しませてくれるじゃねえか、甲賀康太、穂刈亮、期待以上だぜ。聞かせてやろうぜ、俺たち兄弟の最高のサウンド。このままじゃまずいし、でももう限界。ジャチーラー、イッツファイナルラウンド、ターゲットシューティング。チーム戦になった分、ターゲットの数も倍に増えたということか。その通りだし。でもルールは変わらない。同時に撃って、先に相手のターゲットを全部倒した方の勝ち。ちょっと、いつもよりたくさん撃てて面白いじゃねえか。始めるぜ、コーラスポーツ。来い、目覚めろハイウェイ。このラウンドに勝ったチームが世界大会に進む。レディーキャップ、ボトルバトル、ゴー。会長、話しかけるな。今まさに4人のボトルバトラーが己の全てを出し尽くし、ボトルバトルを楽しんでおる。主催者にとってこんなに嬉しいことはない。思いっきり楽しむのじゃ。悔いの残らぬよう精一杯。うひゃー、あーキャップキャー、こっちもキャップ、あこっちもキャップ。よっしゃ、残り6つ。僕はディフェンスに回る。コータはターゲットを狙え。お、スプラッシュ革命バースト。3つじゃ俺たちは止まらねえぜ。ならば増やすまで。もらった。お、早い。8連マガジン、なめんなよ。大型マガジン装備のブレンドラゴンは一度に2発、それを4連射できるようです。その上抜群の安定感から放たれるメタルキャップの威力も圧倒的です。リロードを任せろ、ジョージ。エンドレスにぶち抜けて、デュアルインパクト、スプラッシュマシンガン、リフレクト、発射、コーラバレン、食らいつけ、アクアスポーツ。斜め横からパワーが異なるキャップのせいで列が崩された。よっしゃ、残り4つ。油断するな、まだ終わってない。その通りだぜ、デュアルインパクト。その技はもう僕らには通用しない。そいつはミステイクだ。ランダムキャップメドレー。デュアルインパクトを異なる種類のキャップを混ぜて発射することで相手のリズムを崩しました。バンドマンならではの必殺技です。勝負の行方は果たして。